三歳品馬クラシック第2弾第85回オークスが19日東京競馬場で行われ2番人気チェルビニアが桜花賞13着から巻き返し見事な逆転部位2冠を狙った桜花賞バステレンボッシュをゴール前で差し切った安上のクリストフルメール45は現役最多となるオークス4勝目 3月ドバイでの落馬負傷から復帰し今年の G1 初勝利。20日が誕生日の名手は、自らの手綱で1日早い誕生祝い。最高の流れでレガレイラと今週末のダービーへ向かう。ただいま、お立ち台で開口一番。ルメールの笑顔が弾けた。ウイニングランをするチェルビニアの馬上から、4万の観衆に何度も手を挙げて応えた。 これが今年の G1 初勝利。なてが、定位置、に帰ってきた。3月30日のドバイで落馬し鎖骨、肋骨を骨折。肺も損傷し亡化症、さつ賞症は起状を見送るしかなかった。オークスとダービーは頑張りたかった。負傷期間は大変だったけどドクターや奥さん、バーバラ夫人のおかげで勝つことができた。 勝利への思いは人一,一倍強かった。先行に機が飛ばした道中、ルメールとチェルビニアは後方馬群でぴったり折り合った。縦長の隊列がぎゅっと詰まって迎えた直線。外へと進路を求めたチェルビニアは残り400メートルでスパート開始。離れた内からはステレンボッシュが馬群をさばいて伸びてくる。残り200メートル。 抜け出したステレンをともに,に上がり最速タイ 3F34 秒0しれつしれつなすえやしくらべを半馬審査でねじ伏せた安状は返し馬の時はすごく柔らかかったポテンシャルは高いと思っていたので自信を持って乗りました最後に本当のチェルビニアの走りができたと相棒を称えた 一年に祖母ハッピーパスが7着、16年に母チェッキーノが2着に敗れた舞台。一族の悲願をついに達成した。前走大賀賞は休み明けに大外枠が響き13着。だが陣営の懸命なサポートが身を結んだ。管理する木村氏は2番人気で責任も感じていたので非常に苦しい中間だったが、結果が出てほっとしています。 スタッフは前に進むという困難な作業に立ち向かっていってくれたと振り返る。昨年、アルテミス S で重症発生派を果たすなど、デビュー当初から評価が高かった素質は、初めて入級した時の販路の動きを見ても、過去の管理馬のトップホースに匹敵すると思っていたので期待していた。指揮官の予感は現実となった。 G16 勝を挙げたイクイノックスが記憶に新しい木村氏とルメールの黄金タッグ。この週末は土曜の東京級 11R に続き、コンビで挑んだ3戦すべてで勝利を挙げた。今週末のダービーではレガレイラで17年ぶりヒンバ V の偉業を目指す。安城は、今回はベストコンディションで良い結果を出せると思うと、 オスメスメクラシック連勝へ自信満々。勢いに乗る名コンビなら、さらなる大仕事も夢ではない。